周年で発表されました運極ボーナスの追加が来たというところで、星6確定ガチャがあったり、運極700体でオーブ100個がもらえたりと、まあ、他は経験値最大 5% アップがあるというところで、オーブ100個もかなり熱いんですけど、なんせこの経験値アップがかなりランク上げにおいてマストレベルで必須になってくるのかなと思っております。まあ、今の環境やったらクイックマルチやらで運極作る方も多いとは思うんですが、まあ、最大効率で周回するとベルとフルビスで1時間10体ほど運極が漏れるので、まあ、固定メンバーであったりソロマルチの時の編成でぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。早速属性順で見ていきたいと思います。はい、はい、まずは火属性から。はい、クエストがアストルト、アストルトで、まあ、爆発さんとルシファーと、まあ、基本的に全属性結果的にルシファーでワンパンするんやけども、はい、たまに編成もちょっと変わってくるんで、一応アストルトは友情コンバップとかがいらず爆発だけでいいと。でルシファーに当たるだけという感じか。そう、だからリドーラじゃなくてもまあ本当に何でもいいという、何でもいい形やな。でルシファーの防御ダウンブラストをアスタロトに当てるとちょっと事故起きちゃうんで、はい、ルシファーはなるべく上げないように意識することだけ気をつければ OK です。うん、でこのクエストは2手から4手、最速2手、この動画は3手と、でタイムが35秒、ほう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 みたいな感じで。で次が水属性フォックスメタル。はい、これが3手から4手になるんやけど、うん、まあ、初手も横換してなるべく上に上がらないように、はい、また防御ダウンブラストで事故る可能性があるんで下に置いとくと、であとは当たるだけと。うん、ただちょっとルシファーのワンパンラインがここ高くて、耐水耐弱フォーサーかつ照明削り EL がいるんで、ちょっと敷居が高いかなとは思うんですが早いと。なるほど。でこの動画は3手で、まあタイム感の方がまあ大体さっきと同じぐらいにはなるのかな。はい、次がイシス。はい、これちょっと目印があって、初手でここ狙ってもらってルシファーを配置します。はい、でこの配置したルシファーをずらさんようにあとは爆発に当たるだけなんですけど、イシスの何がやばいって、うん、進化素材がいらんと。ああ、進化するのにか。そう、重心玉が使うのかな。っていう面でやっぱ結構やる人が多い、かつタイムも早い。なるほど。2手から4手止まりも早いもんな。そう、重力バリアのおかげで止まりも早いと、タイムもまあ28秒と。次が信号機。はい、こっちもフォーサーがいりますよと。ただフォーサーがなくて、その友情コンバップの運極、まあ、ナユータやったり、うん、昔着てたジャイアンであったり持ってる人はそっちでも OK です。なるほど。ちょっとフォーサーと超スピードでちょっと止まりの面とかでも気になる時がある。からまあ持ってるならジャイアンの方が優秀です。なるほど。まあ持ってる人が今ちょっと減ってきてるような気もするからな。一旦フォーサーで動画を撮らせていただいたというところでしょうか。これも3手から4手と。はい。早いね。で最後が闇属性。36秒。早い。闇が牛魔王です。牛魔王でこれはもうルシファーを当たるだけど、まあルシファーが結局ずっと環境を走ってるってことやな。うん、そうで、不思議なことにやっぱなんかボスが毎回上らへんにいるから、基本的にルシファーを下にいることを意識させなあかんってことだけ頭に。まあでも最初から上にいてくれたらその事故も少ないやろうし、うん、周回のしやすさはありそうですね。でボスが出てきて、まあ、爆発に当たると、うん、ワンパンすると。なるほど。こんな感じですかね、ご属性。これが現状最速最大効率というところでしょうか。牛魔王が2手から4手です。はい、